はい、どうも、リズム高です。ケイコです。はい、今回ね、フリーキック対決をしていきます。はい。で、今回、めちゃくちゃ多いゲストが。画角入るかなっていうぐらい心配よ。うん、テロップも多分今日、すごいと思う。マジでええんちゃう編集は。はい、ということで、もう時間もないので、早速呼びたいと思います。はい、まず一組目、お願いします。シャルはい、ということで、チーム梅彦です。やっと出れたぞ。はじめまして、巻彦と申します。梅谷です。お願いします。いや、ありがたいです。やっとです。そうそう、分からない。それ無理だよ。はい、ということで、はい、今回一組じゃなくて、もうさらにチームがいますので、呼びたいと思います。お願いします。お願いします。この後一番行きたい。もういいっすよ、飛ばしていいっすよ。チームレガです。レガです。初めまして。初めまして。初めまして。次は異色の方。異色の方。お願いします。さあ、エース。チーム、マスムです。マスム、マスムということでお願いします。マスム。そしてラスト、チームジャイノリです。ジャイノリ、ジャイノリ、両サイド、両脇。ジャイアンソンとアキノリで、ジャイノリでございます。はい、今回ウィナーズのメンバーが来てくれてます。ウィナーズ、ウィナーズ。はい、ということで今回はチーム対抗フリーキック対決。盛り上がる、盛り上がる。4チームですか？4チームです。この4チームとキーパーは別で、キーパーは別で、はい、対決していきたいと思います、はい。で、1巡ずつチームから1人ずつ蹴ってって、まあ、でどのチームが一番フリーキック下手なのか。下手を決めるってなってる。負けた人は何かもちろんございます。うわー、やりたくないわこれマジで、はい。今回ね、罰ゲームで SNS でリゼムチャンネルについてちょっと熱く考えてます。面白い。はじめね、リゼムというのはこうなんか熱くね、いや、すげー、語ってほしいと。いや、すげー。もう勝つ前、勝つ前提でこれ言ってるから、もし負けたら、チンカジさんで自分で自分だし、自分だね、熱く。リゼムは、はい、熱く語るという。うまいの、罰ゲーム。絶対嫌だな。好感度上げといてください。好感度。マジなやつやからね。マジなやつ。真面目に。ボケなしやから。マジで。だったらもうめちゃくちゃ言われるんで気をつけてください。うん、言うてこい、言うてこい。おい、ガキが見とんやろ。この間アザッツがちょっと被害受けてる。あ、やばいわ。怖いんだよな。アザッツがちょっとだけ被害受けてる。アザッツのプレイやなくて、もう怖いんだよな。てきて頭皮、もう頭皮の俺はあったから。プレイやなくて。レッツゴー。何初めて。壁全員張ります。壁全員張ります。よしよし、そこで決めよう。相手チーム全員張ります。最初で決めたいな。最近二巡で一人ずつ。最初はグーじゃんけん、はい。最初はグーじゃんけん、はい。はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。じゃあ3番。1番。お梅ちゃん、はーい。1以外取られたけど何番がいい？9 2で。いや、4で。俺ら一番最後。あと今回特別に国際審判のレオリーの方呼んで。お願いします。レオリー、お願いします。審判できる。今なってんで、レフリー、お願いします。審判入ったかどうか、入ったかどうかと壁の距離、わかりました。ハンドあるかも。ハンドもある。ハンドもある。 OK、 任せてください。で、蹴る位置はペナルティーアークの外からです。 OKOK。 アークの外だとどこでも OK。 ああ、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。で、リゼムは基本アップなしで行くんで、もうアップなし、もうボールやったら全然いいよ、全然いいよ。なあ、1位が俺が左立たれへんの。決めたチームが確かに、まあ左立ってもいいし。最初お前行こう。俺がお前が決める位置をセットするから。あそこから行きます。決めた位置。うわ、やべえ。立て替えて。こっちは怖い。うわ、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 うわ
最小電気なしぐらい。マジ最小電気なしぐらい。1巡目で俺に決めさせてくれ。俺にも決めて終わらさせてくれ。あ、それ、うん、だってリズムチャンネル、うん、そのチョケてると思われたら困るよ。チョケたことないのに、うん、僕らチョケゼロでやらせて。チョケが本当にないんですよ。だから真面目な感じになっちゃうかもしれないです。いや、大丈夫です。全然大丈夫です。じゃあ作戦はヒールキックです。分かったよ。OK？ はい。近いっす近いっす近い近いっす近いっす近いっす。いいレフリーいいレフリーだ。いいレフリー。ここおかしな。ここ壁通んなの。近い方がええの。梅谷やな。やばいやばい。うわー！うわー！入ったんじゃない？入ったんじゃない？ETC は ETC は？あ、VAR あれ。ETC な。あれこんなんなれへんか。無理。VAR やから。ノーゴール。俺でも決めたよ。だいぶ楽やった。あんなことしたら前もね。え、ボール動かし直していいんですか審判。次やったらだってよ。次やったらダメ。行きます。めちゃくちゃない。すげえ。頭乗るぞ。よっしゃよっしゃよっしゃ。よかった。オッケーオッケーオッケー。今危なかった。抜け取ったら危ない。危なっ。ボールは慎重に選ばないとちょっと。これ翔ちゃんが蹴ることはないな。俺が蹴るとこ置いて。俺が蹴るとこ置いて。どこで。車のナンバーの3、広島357とかやったら真ん中が35とかなってたらあれは希望番号やな。セミの1週間寿命もあんま嘘らしいだろ。いや絶対ないやん。ないからないねん。先言うときます。アイブ君その目えここよし。シャッ。うわセンスないな。リズムの視聴者褒めてくれ。褒められへん。あんなの当てれる。怖いで、あんな当てたら。褒めてくれ。マッスさん持ってるんで。確かにここで決めるのが大事ですよね。うん、リズムさんの記録すごいですからね。全部、ま、持ってきましょう。マジで。あこれって手に当たったらハンドになりますか。あるよ。これやばいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。大きく見えるもん。
壁の上が好きや。動画的に壁の上が好きや。決めるって言ってるやろ、集中しとんねん、喋りかけんな、お前に言っとんねん、俺じゃないんか。決めちゃった。お前マジ決める、俺蹴りたくないねん、マジで蹴りたくない。俺決めるって、中学校の新人戦決勝ここから決めてんの。そんなこと言うな。嘘です。そう言ってた。こいつやっぱ誰にも引っかかへんフェイントしてます。あるよ。いやでも一番左は関係ないから。ここ壁ができるのがあるから。OK、上がったかっこいいね。かっこいいかっこいい。カリスマサッカー系 YouTuber として上がっとかなあかんぐらい。ダサいダサい。かっこいいかなと思ったらダサかった。ちょ何してんねん。おい何をしてんねん。お前じゃレッド出してる。レッド出してる。レッド出てた。レッド緑で薄になって黄色になれへんすか。なりません。終わった。バイバイ。俺壁入ろうか。邪魔すんなよお前。どっか行け。視野隠どっか行け。チェーンソーあったら切ってるけどな。いいよ。これあるやん。3チームの戦いです。梅一回1抜け。よっしゃー。あーし。あー、壁ったらなんかあれやな。
入りそうな景色だ。ジャイアントカズキチャンネル登録よろしくお願いします。すごい。良かったね今の。それ無理な。どうすんの。くしゃみ出てもうた。頼む。ポスト当たって入ったでしょ。動けねえわ。ここでしょ。こっちでしょ。結構ここ見るんですよ。このここチラつかって。わからないです。駆け引き始まってますよ。すごいハンドだった。いや、わかんけど、だいぶ超えてた。PK 使ってみる。じゃあ、あやめに聞いてみて。PK でいいね。あやめ、集合。どこだった？え、あ、今、ここっす。なんで？なんで？え、そうやこ。マジで止めてくれ。褒めそうだな。確かに。もうパワー、お前のパワーで行った方がいいんじゃない？このパワー。負けなよ。うまい。うわぁ。うまい。うわぁ。あなたキャプテンでいいの？うちの。やる気もないし。負けなやつはやばいんじゃん。決めたら勝ち。あやむくん決めたら終わるぞ。決めたら勝ち、決めたら勝ち。チャンネルの概要欄に貼ってますので、コラボしますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ありがとうございました。